どうぞよろしくお願いします。今年に入りましてですね、金融市場が非常に、株安円高といったような形で、変調をきたしておりますけれども、これは原油安、中国経済の失速といったようなことが原因だろうと思いますが、このことが結果として世界同時不況といったようなことになる可能性と、そしてその場合のですね、対応策、取るべき対応策は何かということについて伺えればと思います。はい、やっぱりその同時不況になっちゃうかどうかっていうのはアメリカがに感染しちゃうかどうかでしょうね。ですからもしアメリカに感染しちゃうような不安が出るようでしたら、やっぱりみんながその世界中のところが単に金融に頼るっていうだけではなくて、自らの内需を自らが作り上げていくというような形を、協調としてやっていくってことが必要になるでしょうね。となりますと G7、G20 みんなでその底上げをするような場に立つ財政も出していくような、とりわけ経常収支の黒字国である、欧州、中でもドイツ、それから日本、中国といったところあたりにその期待が強まりやすいんじゃないでしょうかね。アメリカの景気がその失速したかどうかっていうのを判断を待って、国際的な財政、経常黒字国の財政出動、あるいはその、税を使ったような刺激策といったようなことなのか、それともある程度のタイミングで予測をして動いていくべきなのかっていうことですね。なかなかあのリセッションというのはどういうくらいまでなのかってなかなか難しいと思いますし、今でもやや減速をしているところが出てきているわけですね。すでにその市場はアメリカの長期金利が随分下がり出してきたっていうところを見てるわけですから、そうするとその兆しを捉えて、やはりプリエンプティブにやっぱ対応していくっていう必要が出てくるでしょうね。そうすると、今週末の G20 っていうのは大きいと思いますね。完全に下がってからそれを盛り上げるって大変なことですから、そうするとやや風を引きかけたところに意識を変えてくるというか、そういうあれが最初のリアクションが必要なんじゃないでしょうかね。G20 の動きと、あるいは5月末のサミットというところが大きいと思いますね。どうもありがとうございました。